ローカルリポジトリとリモートリポジトリの違い、そしてリモートリポジトリについてということでご紹介します。画面を共有します。はい。えっ、ー、と、ここまで、今までですね、Git をいろいろ操作してきたんですけども、えー、そのすべての作業は自分自身のパソコンの中で行いましたね、えー。この自分のパソコンの中にあるリポジトリのことをローカルリポジトリというふうに呼びます。それに対して、 えとクラウド上にあるもの、えー、みんなと共有して作業を行うもの、例えばオープンソースであれば広く多くの一般の方と一緒に共有しますし、仕事であればそのチームのプロジェクトメンバーの方と、えー、そのリポジトリを共有するために使うもの、えー、何かしら、ね、共有がないと自分のところで作業したものを共有するすべがありませんからね、そのためにあるのがリモートリポジトリというものになります、えー。具体的にはこういう形です、イメージとしてね。 それぞれのローカルリポジトリで A さんがやっているもの、B さんがやっているもの、そして私がやっているものというものがあって、それぞれはリモートリポジトリという、ここに集めて、そこからまた新しく最新版をダウンロードしたり、新しく変更したものをこちらに共有したりという形でやり取りを続けていくという流れになります。でですね、このリモートリポジトリは、もちろんサーバー上に そのエンジニアさんが独自に立てることも可能なんですが、えー、昨今の政策においては、すでにサービスとして提供されているものを使うことがよくあります、えー。その中で有名なものでよく使われるのがこの4つかなと思って挙げました。GitHub と GitLab と BitBucket と Backlog という内容になります。1つぐらいは名前が聞いたことがあるでしょうか。まあ、特に GitHub は有名ですよね、えー。オープンソースのものも、プライベートな仕事のものも GitHub 上で、 リモートリポジトリとしてホスティングしておいて、そこから作業を続けるということは本当に本当によくあります。えっ、ー、と、名前が似てるんで、とてもとても分かりにくいんですけども、GitHub にしろ、GitLab にしろ。えー、それは Git を利用したリモートリポジトリを提供してくれるサーバーということになります。この Git と GitHub、Git と GitLab は同じ Git を使っていますが、 違ううものであるといこのどちらでもソフトウェアとしてバージョン管理するための、えー、とツールソフトウェアが Git でありそれをリモート上でクラウドとして使いやすくサービスとして提供してくれているのがリモートリポジトリサービスとしての GitHub や GitLab また BitBucket というものになります。 バックログについては少し毛色が違って、基本的にはプロジェクト管理ツールなんですけども、その中において、その一部の機能としてリモートリポジトリを提供してくれるという機能がありますね。ですので、バックログの中でリモートリポジトリを使うということもよくあるかもしれません。ここはその現在ですね、仕事されているチームによって、リモートリポジトリの場所が違うかと思いますので、そちらを利用いただければと思います。 では、リモートリポジトリでよく使う言葉ですね。もともと Git では、えー、コミット、そしてステージ、あとリポジトリっていう言葉がありますよということをお伝えしましたけども、今度、リモートリポジトリとのやり取りの時には、大体この1、2、3、4、5個の言葉を使うことが多いかと思います。1つ目はクローン、2個目がフェッチ、そして3個目がプッシュ、4個目プル、そして5つ目がプルリクエストということになります。 まず、この言葉から簡単に見ていきましょう。クローンは、リモートリポジトリから、とリポジトリから、その Git の変更内容ごとダウンロードする。コピーするようなイメージですね。から、コピーして、ローカルにリポジトリを作る。ポジトリを作ると。これがクローンです。要は、 この一番最初に作業するときに何もないですよね。ただ、他の人はいろいろともうすでに作業を続けられているかもしれません。後からのプロジェクトで入る場合には、すでにリモートリポジトリとして多くの方がコミットしたものがあるでしょう。そのコミットの履歴ごとを全部込み,込みでごっそりとダウンロードすること。一番最初にリモートリポジトリからゾーンとコピーすることをクローンというふうに呼びます。そしてですね、分かりやすいところで言うと、プッシュとプルですね。プッシュは その今度はクローンしました。そして自分がそこの中で作業をしてコミットをしました。コミットをしました。そうすると、コミットしたという履歴と、その時に起こったファイルの変更ということで、その2つ変更履歴込みのファイルがありますね。このすべてをアップロードする。リ,ポリモートリポジトリ側に、その変更の履歴込みでアップロードすることをプッシュと言います。 プッシュまあ、アップロードに近いものと思っていただいていいかと思います。それの反対で、他の人もいろいろプッシュしますね。A さんもプッシュします。B さんもプッシュします。そして、自分は後からちょっと作業をしようかなと思ったときに、A さん、B さんのことも先に取り込みたいなと思ったときにダウンロードする必要がありますね。他の人の作業を変更塗り込みで自分のローカルリポジトリに取り入れる必要があると。そのことをプルと言います。 プルはダウンロードに近いものというふうに思っていただければと思います。えっと、ここではちょっと簡略化して、そのままの名前で書きますね。アップロード的な作業ですね。スプルはダウンロード的な作業となります。そしてフェッチ、ちょっとフェッチは概念的に分かりにくいんですけども、 プルはそのままファイルを持ってきてしまうんですが、そのプルをする前の段階で、リモートリポジトリにおいてどういう状態になっているか、その変更の状態をまずは認識して Git 上にはダウンロードするけども、ファイルとしてはダウンロードしない状態をフェッチって言います。えーとなので えっと、いろいろと A さん、B さんが何してるか分からない。でも自分は自分の作業を進めてるって時に、まずはフェッチしてみて、A さんと B さん、どういう作業をしてるかなというのを確認し、問題なければプルする。何かしら問題がある場合は、それが回避するように作業してからプルするといったようなことを行います。えっと、後々分かってくると思うので、フェッチはなんとなくそのリモートリポジトリの状態を確認できるんだなというふうにご理解いただければと思います。 最後、プルリクエストですね。何かプルリクエストって、ちょっとこう、ポジティブなイメージというか、できたらエンジニアさんになったっていうような気がしますけども、プルリクエストというのは、今度は自分がコミットしてコミットして変更の履歴を上げました、プッシュしました。その時にえっ、ー、に、その実際の本体が、そのあなたが変更したものを取り入れていいのかどうかを確認し、それを確認した上で、じゃあ取り込みますということで、プルリクエストを受け付けて、 それれ受け入れるという内容になります、ね、ここね、一言でしゃべると難しいんで、後でプルリクエストについてはしっかりとあのご紹介したいと思います。オープンソースとかでよく使うんですけどね、あと仕事だとマージするときのレビューに使うでしょうか。 何かしら、初学の人がコミットしたものをそのまま本体に取り込むと、何かしらミスが起こるかもしれません。そういったときに、えー、上司の方や、えーと、上級のプログラマーの方が、その初学の方のプログラムの変更点を見て、もしくは同僚同士でテストをし合うような形で、その中身を見て、その修正のコードが問題ないかを確認し、問題なければ本体に取り込む。 そのことをプルリクエストを受け入れるっていうふうに言いますけれどもそのために要は本体側さんプルしてくださいねとお願いするという意味でプルリクエストという形の名前になっています。 このプルリクエストだけは Git の機能ではなくて Git を提供するリモートリポジトリ側が設定しているサービスということになるんですけどももうここまで言うとちょっとごちゃごちゃとしますからねこれは順番に作業をやりながら覚えていただければと思いますまずはクローンっていうのがリモートリポジトリから自分のローカルにリポジトリをどんとコピーしてくること そして、プッシュとプルは、その中で変更したものをアップロードしたり、また、クローンした後に、また変更が起こったリモートリポジトリの内容をダウンロードしたりすることを、プッシュとプルでやり合うということだけ覚えておいていただければと思います。